皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルの滝見です。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一元でバカみたいに〇〇を食ったおかげで、衰えた脳も内臓も見事に復活し、死ぬまで病気も認知症もなかったということについて、二元でこの裏技を使って紙食品を食いまくれば、あなたの人生は明日から激変して幸せな人生を送れることをお約束しますということを解説していきたいと思います。それでは早速、一元のバカみたいに〇〇を食ったおかげで衰えた脳も内臓も見事に復活し、死ぬまで病気も認知症もなかったというテーマから解説をスタートしていきたいと思います。さて、前置きはなしで早速奇跡の食べ物をどんどんご紹介してまいりましょう。まず一つ目に紹介したいのはブロッコリーライス&カリフラワーライスでございます。さて、そもそも皆さんはブロッコリーライスとかカリフラワーライスという食べ物を知っていたでしょうか？正直これは革命的とも言える最強すぎる食べ物ですから、ぜひ日常生活に取り入れていただきますと幸いです。ブロッコリーライスとカリフラワーライスは、ブロッコリーやカリフラワーを細かく刻んだり、フードプロセッサーで細かくした食材で、米のような見た目をしていて、白米などの炭水化物の多い主食の代わりに食べることができる超健康的な食べ物です。今画面に表示しているイオンの商品のようにたくさんの商品が売られていますから、わざわざ自分で作らなくてもいつでもどこでも簡単に手に入れることができちゃいます。白米が健康に悪いということはもはや常識となり、ブロッコリーライスとカリフラワーライスは健康志向の人々や糖質制限を実践している人々に特に重宝されている食べ物になります。正直私が初めてね、このブロッコリーライスとカリフラワーライスを見つけた時、うおー、これ本当にやばいなと思いました。だってね、みんな白米が好きで、白米は確かに健康に悪い、だけれども白米がないと物足りないよと、白米食べたいよとなっていたわけですよね。そこにめちゃくちゃ健康に良い野菜として有名なブロッコリーやカリフラワーが白米の代わりに登場してきたわけです。ブロッコリーライスやカリフラワーライスに慣れて、これをね、白米の代わりに召し上がることができれば、健康に悪い白米の害を避けることができるとともに、めちゃくちゃ健康に良いブロッコリーやカリフラワーを日常的にたっぷり摂取できるという、まさに一石二鳥の効果が得られてしまいます。しかも主食として食べ続けるわけですから、長期的に見た場合の健康効果は本当に計り知れないほど大きなものです。そしてブロッコリーライスやカリフラワーライスを使った美味しいレシピというのも無数に存在しているため、安心してください。白米の代わりにこれらを使用してチャーハンを作るとか、カレーライスを食べるとき白米の代わりに使用してみるとか、牛丼を食べるとき白米の代わりに使用してみるなどなど、工夫次第でいろんなものに活用することができてしまいます。ブロッコリーライスのチーズリゾットとかね、ブロッコリーライスのシーフードパエリア、カリフラワーライスのキーマカレーなんかはね、美味しすぎてリピートすること間違いなしでございます。もちろん毎回毎回必ず白米をブロッコリーライスやカリフラワーライスに置き換えなくても良いでしょう。日本人である以上、米を食べたいと思う時もあるでしょうから、上手に米とブロッコリーライスやカリフラワーライスを使い分けてほしいと思います。もちろん可能であれば毎回お米の代わりに食べてほしいですが、たとえ一部取り入れるだけであっても効果は絶大と言えます。さて、ではここからはブロッコリーライスやカリフラワーライスの健康効果について少し一緒に見ていきましょう。ブロッコリーライスとカリフラワーライスが注目されている理由の一つは、やはり超低カロリー超低炭水化物だからでございます。白米と比較すると、ブロッコリーライスやカリフラワーライスというのは圧倒的にカロリーが低くて、炭水化物の摂取量を大幅に抑えることが可能となります。例えば先ほども登場したイオンの商品なんかだと、お米の代わりに食べると、ブロッコリーライスの場合はなんと糖質が1/22、カリフラワーライスに至っては糖質が1/25と書かれていますよね。糖質の摂りすぎが
さまざまな生活習慣病や老化の大きな原因であると世間では声高に言われているわけですから、ブロッコリーライスやカリフラワーライスを活用し、糖質量を減らす効果には圧倒的なものがあります。糖尿病を予防したい、痩せたい、その他生活習慣病を予防したいという人にとっては特に嬉しすぎる効果でしょう。実際ある研究ではカリフラワーライスを主食に取り入れた食事が血糖値の急上昇を抑えてインスリン感受性を改善するということも示されています。またカリフラワーは GI 値が非常に低くて血糖値に与える影響が少ないですから、糖尿病患者や糖質制限をしている人にとっては強い味方になってくれます。さらにブロッコリーライスとカリフラワーライスはビタミンやミネラルが豊富で、特に栄養が不足しがちな高齢者の方にとっては素晴らしい栄養の供給源となってくれます。正直言って白米というのはね、ほぼ糖質の塊であり、栄養はほとんどないと言っても過言ではございません。玄米ならば別ですが、白米はそうなんです。特に高齢になってくると食が細くなってきますから、栄養価が高い食べ物から必死に栄養素をかき集めていくということが必要になってきます。食べられる量が減っていく以上、栄養価の高い食べ物を積極的に食べなきゃダメなんです。そんな時、栄養がほとんどない白米なんかを食べて、それでお腹いっぱいになっちゃったら栄養素はどんどん不足していく一方で栄養失調に陥ってしまうでしょう。その点ブロッコリーやカリフラワーというのは栄養たっぷりのスーパーフードであります。先ほどの画像をもう一度見てみてください。こちらのパッケージをよく見てみれば、ブロッコリーライスは2分の1袋あたり食物繊維が 4.2g、 カリフラワーライスの場合は2分の1袋あたり 3.2g と書かれておりますよね。つまりブロッコリーライスやカリフラワーライスを摂取することで、多くの人に不足しがちな死ぬほど重要な栄養素である食物繊維をたっぷり補給することができるわけです。食物繊維を摂取することによって死亡リスクが下がるということが分かっているほど、食物繊維は私たちにとって絶対に必要な栄養素になっています。白米にはほとんど含まれておりませんから、ぜひブロッコリーやカリフラワーからふんだんに補給してほしいんです。またブロッコリーさんにはビタミン C やビタミン K、 葉酸などが豊富に含まれていて、免疫力の向上、そして骨の健康維持にも役立ってくれます。またカリフラワーも同様にビタミン C やビタミン B 群、カリウムが豊富で、これらの栄養素が体内の抗酸化作用を高めて炎症を抑える効果があるということも示されています。ブロッコリーやカリフラワーは慢性的な炎症を抑える効果があるとして注目されているお野菜で、特に心血管疾患やがんの予防に関してはその有効性がね、多数の研究で裏付けられているんです。またがん予防に関してブロッコリーとカリフラワーの突筆すべき成分はやはりスルフォラファンであります。このスルフォラファンは体内で解毒酵素の生成を促進して、がん細胞の成長を抑制する効果があるとされているんです。2018年に発表された研究なんかを見てみれば、スルフォラファンが特に大腸がんや前立腺がんの予防に役立つ可能性が示唆されております。この研究では、ブロッコリーを定期的に摂取することで大腸がんのリスクが大幅に減少することが確認されています。さらにスルフォラファンには抗酸化作用もあり、これが体内の細胞を酸化ストレスから守り、老化を遅らせる効果があるとも考えられています。というわけで皆様、ぜひ一度ブロッコリーライスまたはカリフラワーライスを試してみてほしいです。確かに最初はちょっととっつきにくいというか、白米の方が美味しいなぁと感じるかもしれませんが、こんなものは所詮慣れでございます。何回か食べているうちに、あれとブロッコリーライスとかカリフラワーライスも結構美味しいじゃないかとなってくると思うんです。そうなったら勝ちですから、ぜひ試してほしいです。それでは次、二つ目に紹介したい、衰えた脳も内臓も見事に復活し病気にも認知症にもならない奇跡の食べ物は、
カラフルな食べ物であります。さて皆さんは普段どんなものを召し上がっておりますか？ここで皆さんに提案したいことは、ぜひ食べ物の色にもね、注目してほしいということなんです。なぜならば最新の研究によって、いろんな色のカラフルな食べ物が脳の老化を食い止めてくれたり、病気を予防してくれるということが分かってきているからです。なぜならばカラフルな食べ物にはフラボノイドという超重要な物質が含まれているからです。例えばイチゴ、胡椒、リンゴ、オレンジ、セロリ、グレープフルーツ、梨、ブルーベリーなどのカラフルな食べ物を食べると認知障害のリスクが 20% 低下するということが2021年の新しい研究で分かっています。カラフルな食べ物にはフラボノイドという植物に含まれている天然の抗酸化作用を持つ化合物がたっぷりと含まれていて、このフラボノイドをたっぷり食事から補給することで脳の老化が食い止められるということが分かっています。いるんです。約 7.5 万人を20年間にわたって追跡した大規模かつ長期的な研究によると、毎日約 600mg のフラボノイドを摂取した人々は、平均して1日あたり 150mg のフラボノイドを摂取した人々よりも認知機能の低下のリスクが 20% 低かったということが分かっています。そして研究者によると、参加者を追跡した20年間において参加者がいつカラフルな食べ物を摂取し始めたかにかかわらず、認知機能の低下のリスクが下がったので、カラフルな食べ物を摂取し始めるのに遅すぎることはありませんということでございます。ということはね、私たちも今からしっかりカラフルな食べ物を食事に加えていくことで、認知機能の低下が防げる、脳の老化が防げるということです。ぜひ自分が好きだと思えるカラフルな食べ物を食事に加えていきましょう。いちご、リンゴ、オレンジ、セロリ、グレープフルーツ、梨、ブルーベリー、ブラックベリー、サクランボといったカラフルな食べ物から好きなものをチョイスしてみると良いでしょう。個人的にはブルーベリーやブラックベリーといったベリー類が超おすすめであります。味も美味しいですし、フラボノイド以外の食物繊維などの重要な栄養素も豊富で、その他の健康効果も多く認められているからです。特にブルーベリーさんはね、やはりアントシアニンというポリフェノールを多く含んでいることから、ブレインベリーと呼ばれるほど脳に良い神食材として有名です。ブルーベリーに含まれているアントシアニンは脳内の血流を改善して記憶力や認知力を高める働きがあるということが分かっています。またアメリカの研究では、ブルーベリーを毎日摂取した高齢者はプラセボ群に比べ記憶力や認知機能が向上したということも確認されております。また柑橘系の果物なんかもおすすめです。柑橘系の果物というのは、みかん、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、ライムといった果物でございます。英語なんかではシトラスなんて言われたりします。この柑橘系の果物に含まれているフラボノイドは、神経系の細胞が破壊されたりダメージを受けることによって起こるアルツハイマー病とかパーキンソン病などの神経変性疾患を防ぐのに役立つということが指摘されております。さらには柑橘系の果物にはアンチエイジング効果もございます。アンチエイジング効果が期待できる抗酸化作用を持っているビタミン C、ヘスペリジン、クエン酸、ベータカロテンや美肌効果が期待できるベータクリプトキサンチンなどが含まれています。その他にもフラボノイド、カロテノイド、エッセンシャルオイルなどの有効成分が豊富に含まれています。さらに柑橘系の果物はカロリーが低くてダイエット効果も認められています。24年間にわたって人々の食習慣と体重を調べた2015年の研究では、柑橘類の果物を食べることが体重減少に関連しているということが分かっています。また柑橘系の果物は減量効果のある食物繊維の宝庫となっています。その他にも柑橘系の果物は心臓を健康にしてくれたり、がんに効くということも分かっておりますので、カラフルな食べ物としてぜひおすすめできるものであります。というわけで、ぜひあなたの食卓をカラフルに彩っていきましょう。食後にオレンジを1個追加するとか、ブルーベリーを1つかみ食べるといった風にするだけで、あなたの
の食卓は簡単にカラフルにできます。またスーパーで買い物をするときや自炊をするときにできるだけカラフルなものを食べようと意識するだけでも良いかと思います。それでは次3つ目に紹介したい、衰えた脳も内臓も見事に復活し病気にも認知症にもならない奇跡の食べ物はグラスフェットビーフであります。さて皆さん、私たちの脳というのは体重のわずか 2% ほどしかないんですが、全エネルギーのなんと 20% 近くを消費しております。脳というのはめちゃくちゃエネルギーを必要とする臓器なわけです。そんな脳を健康に保つには良質なタンパク質が必要不可欠です。そこでおすすめできるのがグラスフェットビーフです。グラスフェットビーフは牧草を中心に育てられた牛のお肉のことを指しています。牧草には穀物の餌よりも多くのオメガ3脂肪酸が含まれているため、グラスフェットビーフは一般的な牛肉よりもオメガ3脂肪酸が豊富です。このオメガ3脂肪酸は脳の神経細胞の膜を作る重要な成分の一つです。細胞膜が柔軟性を保つことで神経伝達がスムーズになり、脳の処理能力が高まります。またオメガ3脂肪酸は抗炎症作用もありますから、脳の炎症を抑えてくれる働きもございます。そしてグラスフェットビーフは必須アミノ酸がバランスよく含まれているというのも特徴の一つです。必須アミノ酸は体内で作ることができないアミノ酸のことで、食事から摂取しなければいけません。中でもトリプトファンはセロトニンの材料になるアミノ酸として知られています。セロトニンは幸福感や満足感を感じさせる大切な神経伝達物質です。ストレスが溜まっている時や気分が落ち込んでいる時はこのセロトニンが不足している可能性があります。グラスフェットビーフに含まれているトリプトファンを摂取することでセロトニンの生成が促され、ストレスに強い脳を手に入れることができるでしょう。またグラスフェットビーフはクレアチンの供給源としても優れています。クレアチンは筋肉だけじゃなくて脳のエネルギー代謝にも関わっている物質です。脳の中のクレアチンが不足すると記憶力や集中力が低下してしまうことがあります。グラスフェットビーフを食べるだけで脳のクレアチン濃度を高め、パフォーマンスを上げることができるんです。そしてグラスフェットビーフを調理する際には脂肪の酸化に注意が必要です。強火で焼いてしまうと含まれている脂肪が酸化して有害な物質が発生します。ステーキであれば表面を強火で焼いてから弱火でじっくりと火を通すというのがおすすめです。また煮込み料理であれば低温で長時間加熱することで柔らかく仕上げることができます。またハンバーグやミートボールなどに加工する際はできるだけ手早く調理するのがポイントです。さらにグラスフェットビーフを調理する際はハーブやスパイスを上手に使うこともおすすめです。ローズマリーやオレガノ、ターメリックなどには抗酸化作用があるので脂肪の酸化を防ぐことができるんです。風味付けにもなるのでぜひスパイスをふんだんに取り入れてみてほしいと思います。では次4つ目に紹介したい、衰えた脳も内臓も見事に復活し病気にも認知症にもならない奇跡の食べ物はココナッツオイルであります。さてココナッツオイルは中鎖脂肪酸、いわゆる MCT を豊富に含んでいることからエネルギー源として優れているだけでなく脳の健康にも良い影響を与えてくれます。ココナッツオイルに含まれている中鎖脂肪酸というのは他の脂肪酸と比べて消化吸収が早いというのが特徴になっています。肝臓で速やかにケトン体という物質に変換されるため脳にエネルギーを素早く供給することができます。このケトン体はブドウ糖の代わりに脳のエネルギー源となる物質で脳の認知機能を高める働きがございます。そしてアルツハイマー病などの認知症の予防にも役立つ可能性が指摘されている素晴らしい物質であります。また中鎖脂肪酸は脳内の神経細胞を保護してくれる働きがあるということも分かっているんです。加齢とともに脳の神経細胞はどんどん減少していくんですが、中鎖脂肪酸を補給してあげることでその減少を食い止めることができるんです。また
中鎖脂肪酸は脂肪の燃焼を促進する効果でも有名です。そのため糖質制限食とともにココナッツオイルを摂取することによって体脂肪を効率的に減らすことができるでしょう。このココナッツオイルの使い方としてはバターの代わりに料理に使うというのがおすすめでございます。炒め物や煮物、焼き物など幅広い料理に活用できます。またスムージーに加えたりコーヒーに入れたりするのも良いでしょう。1日大さじ1から2杯程度を目安に無理のない範囲で取り入れてみてほしいです。それではこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います。一元まとめ。一元では衰えた脳も内臓も見事に復活し病気にも認知症にもならない奇跡の食べ物を4つご紹介しました。1つ目はブロッコリーライス&カリフラワーライスでした。2つ目はカラフルな食べ物でした。3つ目はグラスフェッドビーフでした。4つ目はココナッツオイルでした。それでは次2限でこの裏技を使って紙食品を食いまくればあなたの人生は明日から激変して幸せな人生を送れることをお約束しますというテーマに解説を移っていきたいと思います。さて1限では皆さんに今後ぜひとも食べていただきたい素晴らしい食べ物を厳選してご紹介いたしました。そこで問題はね、このような食べ物を継続的に長期にわたって食べ続けることができるかということでございます。この動画を聞いた直後とかであれば皆さんねモチベーションが高まってると思いますから、よっしゃこれからこういった素晴らしい食べ物を生活にガンガン取り入れてガンガン健康になっていくぞと気持ちが高ぶっていることだと思います。ですが問題なのはその気持ちというのは意外にもすぐにしぼんでしまいやすいということなんです。いわゆる3日坊主で元通りの健康に悪い食生活に戻ってしまう人が結構多いんです。せっかくこの食べ物が健康に良いという素晴らしい知識をあなたが持っていてもそれを実行に移せなかったら何の意味もありませんよね。というわけでここからは皆さんにしっかりと健康に悪い食べ物を食べるという悪い習慣を断ち切って健康に良い食べ物を食べるという良い習慣を定着させるためのすごい方法論について解説していきたいと思います。これは人生全般に関わる非常に重要な知識でこれがマスターできればあらゆる悪い習慣を断ち切ることができて人生が激変することは間違いないと思うのでぜひ集中して聞いていってほしいです。さて悪い習慣さえ断ち切ることができれば俺の人生もっと変わるのになぁということは多くの人が薄々気づいていることでしょう。悪い習慣を持っていれば自然と悪い行動が増え将来悪い結果につながるだろうということは皆さんなら簡単に想像できますよね。例えばジャンクフードやファストフードばっかり食べるような食生活を送っている人は悪い目が出て将来病気になってしまう確率は高くなってしまうでしょう。あるいは定期的に運動せずにずっと座りすぎた生活を送っている人は死亡率が高まってしまうということも研究によって分かっています。さらには睡眠不足も私たちに様々な悪影響を及ぼします。ついつい夜更かしして睡眠不足になってしまうというのは最悪の習慣です。そしてそれにつながるダラダラとネットサーフィンをするとかダラダラと寝る直前までスマホをいじるというのも非常に最悪な悪習慣です。このように私たちが普段からやっている悪い習慣を挙げれば本当にキリがありません。これらの悪い習慣がなければ自分の今の生活ははるかに良くなるだろうなと多くの人が頭では分かっているがなかなかやめられない。悪い習慣というのは私たちの貴重な時間を強引に奪い取り私たちが目標を達成したり人生で本当にやりたいことにエネルギーを費やすのを妨げてしまいます。本当は悪い習慣をやめたい、でもやめられない。それは一体なぜか。それはつまり悪い習慣をしてもすぐには悪い結果が出ないから、そして悪い習慣をしたとしても罰がないからです。今日一日あなたが運動をサボったりあるいはジャンクフードを食べてしまったとしてもすぐにあなたは体調が悪くなったりすぐに太っちゃうわけではありませんよね。これが私たちが悪い習慣をダラダラと続けてしまう大きな理由です。すぐにはダメージを受けない、すぐに罰を受けないから悪い
習慣をダラダラ続けちゃう。例えばジャンクフード1回食べたらすぐに太るという罰が与えられるのであれば、おそらく多くの人がジャンクフードなんて食べないと思います。しかしそのようなすぐに現れる罰がないから今日くらいはいいやと思ってしまう。その間違った選択の1日1日の積み重ねによって将来どのような悲惨な事態になるのかということをしっかり認識せねばなりません。もし今あなたに何かしらの不満があるのであれば、それは過去に自分がしてきた小さな選択一つ一つの積み重ねが今の結果を作っているんです。私たち人間というのは非常に誰もが弱いんです。痛みがないと、すぐに与えられるような罰がないと、リスクを引き受けないと、なかなか悪い習慣をやめたり良い習慣を続けるなんてことはできないんです。私たちも過去の自分を少し振り返ってみるべきかもしれません。自分はこれまで何度頑張っても良い習慣を続けられなかった、何度もやめようとしたが悪い習慣やめられなかった、さらには本当はあの時やるべきだったのにやらなかった、あの頃ちゃんとやっていれば今頃は良い結果が出ていただろうに、などなど過去の選択を悔やむことがあると思います。考えてほしいのは、自分はその時リスクを引き受けていたのかということなんです。ちゃんと悪い習慣をしてしまったら罰がすぐに与えられるような環境を作っていたのかということなんです。大抵の悪い習慣というのは今すぐには悪い結果持ってないし、今すぐには罰は与えられないでしょう。ですから自分自身で悪い習慣をした時に罰が与えられるように工夫することで悪い習慣を断ち切る必要があるわけです。ではここから具体的に一元で紹介したような健康に良い食べ物をたっぷりと食べていただくために、ジャンクフードや健康に悪い食べ物を食べるという悪習慣を断ち切るための具体的方法論を2つ解説していきたいと思います。それは次の2つになります。健康食品を食いまくるために悪い習慣を根こそぎ断ち切る神の方法1、罰やリスクを設定する。2、実行不可能にする。ではそれぞれ一つずつ取り上げて説明していきます。まず一つ目に紹介したい健康食品を食いまくるための悪い習慣を根こそぎ断ち切る神の方法は、罰やリスクを設定するという方法になります。さてこれは先ほども軽く述べましたが、リスクや罰がなければ私たちは皆怠け者になってしまうと考えてください。人間というのは誰しもが弱い生き物なんです。だから悪い習慣をやってしまった時、そこにリスクや罰をあなたが設定して痛みが伴うようにしておかなければいけないんです。どのように罰やリスクを設定するのかは一人一人状況が違うため、自分の状況に合わせて工夫してほしいですが、イメージしやすいよういくつか設定の仕方の具体例を挙げておきましょうか。やはり最も分かりやすい罰としては金銭的なペナルティが挙げられます。本気でこれから健康になるために食べ物を変えていきたいのであれば、毎日自分が食べたものを写真に撮って SNS に上げておく、あるいは家族やパートナーに送り記録を残しておく、そしてもしジャンクフードを食べていたらその度に罰金1万円などといったルールを決めておくのも良いでしょう。パーソナルトレーニングなんかでもよくね、自分の食べたものをすべて写真に撮ってトレーナーに送るという手法が使われています。誰かに監視されている、誰かに見られているという状況を作るだけでも健康に悪い食べ物を食べなくなる可能性が非常に高まるんです。あるいは健康に悪いものを食べてしまった時、家族や友人にお金を渡すのではなく、ジャンクフードを食べたらその都度5000円を自分が反対しているような組織とかチャリティーに寄付するというマイルールを設けておくのも良いでしょう。寄付を募っている組織は結構たくさん存在して、その中にはあなたが嫌いな組織も必ずあるはずです。あなたが嫌いな組織に寄付しなければいけない、これは相当な抑止力となるでしょう。あるいは時間的なペナルティを設けるのもおすすめです。例えばジャンクフードを食べた場合はそのカロリーを消費するために30分間ランニングをしなければいけない、100回その場でスクワットをしなければいけないなど、自分で設定した運動をこなさなきゃいけないという罰を設定するのもおすすめです。このドーナツ1個食べたら30分もランニングしなきゃいけないのかと思うと、さすがにそれは面倒だから食べなくてもいいやとなる確率は結構高いのではないでしょうか。あるいは
自分が好きな趣味や活動をその日もしジャンクフード食べちゃったらもうできないという罰を設定するのもいいでしょう。もしジャンクフードを食べてしまったら大好きな漫画を読む時間は今日はなしだ、もしジャンクフードを食べてしまったら今夜の友達との約束は行かないといった風にするのも良いでしょう。あるいはジャンクフードを食べてしまったらやりたくない作業を絶対にすぐにやらなきゃいけないというルールを決めておいてもいいでしょう。例えばジャンクフードを食べてしまったら1時間余計に仕事をしなきゃいけないとか、ジャンクフードを食べたら部屋中を片付けなきゃいけないといった風に罰を設定するんです。奥さんにもし俺がジャンクフード食べたら部屋中を掃除しますと、1時間余計に仕事をしてその分稼げた金額を上げますなどと言っておけばさらに抑止力は高まるでしょう。さてこのように自分の状況に合わせ様々なリスクを設定することができるはずです。そのようにして悪い習慣をしてしまった時に自分に罰が与えられるような状況、痛みが与えられるような状況を作ることが悪い習慣をやめる最強の方法と言えます。ぜひ自分のやめたい習慣に合わせ上手に罰や痛みやリスクを設定してほしいです。それでは次2つ目に紹介したい健康食品を食いまくるために悪い習慣を根こそぎ断ち切る神の方法は実行不可能にするという方法であります。さてこの実行不可能にするという方法も悪習慣を根こそぎ断ち切る上でかなり強力な方法となります。例えば身近な例で言うとついつい仕事をしなければいけない時とか寝る前にダラダラとスマホをいじってしまうのであればスマホを職場に置いて帰るという方法が考えられます。仕事から帰ってきてスキルアップのために自宅で勉強したいとか、睡眠の質が悪いから寝る前ブルーライトを浴びないようにするためスマホを手放したいと思っている人は職場にスマホを置いて帰ればもう物理的にスマホが手元にありませんからいじりようがないということです。つまりスマホをいじるという悪習慣が実行不可能になるということです。このように言うとね、いやいやそこまでしなきゃいけないんですかと思われるかもしれませんが、今悪い習慣をやってしまっている人はそれを断ち切るのがいかに難しいのかということを理解しているはずです。これくらい強力な方法を取らないとなかなか悪習慣はやめられません。また健康的なものを食べたいのであれば今家にある不健康な食べ物をすべて捨ててそのままの足でスーパーに行って健康的なものをたくさん買ってきて家中に置いてください。あなたが夜中に健康に悪いものをパクパク食べてしまうのはあなたの家に健康に悪い食べ物が置いてあるからです。小腹が空いて何か食べようと思ってもあなたの家に健康的な食べ物しかなければあなたはそれを食べるしかないんです。またネットで食べ物を注文しているという人は健康的な食品だけを買うリストをあらかじめ設定しジャンクフードを一切購入できないようにしておくというのも非常に素晴らしい方法でしょう。また健康に悪い食べ物の代替品をあらかじめ準備しておくというのも非常に素晴らしい方法です。ジャンクフードを食べたくなった時に代わりに手軽に食べられる健康的なナッツやフルーツ、ヨーグルトやブルーベリーといったおやつを家に置いておくのは非常に効果的です。またジャンクフードや加工食品を売っているコンビニやファストフード店などの近くに行かないように散歩や買い物のルートを工夫し、特定の店にもうそもそも近づかない、視界に入れないようにするというのも極めて重要です。さらに物理的に購入しにくくするというのもおすすめです。例えば外出するときはお金を持たないようにするというのもありでしょう。ジャンクフードを食べたくなった時でもお金がなければ買うことはできません。現金やクレジットカードを持たずに外出する習慣をつけるのもありです。あるいは電子決済アプリやクレジットカードでの支払いを制限するのもありです。コンビニに行った時現金でしか買えないとなると結構めんどくさくて買わなくなる人は多いと思います。さてこのように
健康に悪い食べ物をやめて健康に良い食べ物を食べるようにしたければ意志力に頼るんじゃなくて環境を変えるということがとにもかくにも重要になってきます。そしてこれは食べ物に限らずあなたが何かを成し遂げたいと思うのであれば環境を工夫するということが極めて重要、一番重要と言ってもいいかもしれません。例えばよく貯金したければまず給料が入ったらそこから天引きされるシステムを作れと言われています。お金をついつい無駄遣いしてしまう、お金が全然たまらないよと悩んでいるのであれば強制的に給料の半分が口座から自動的に天引きされ将来のための積み立て投資や定期預金に回される仕組みにしておけば無駄遣いするお金がなくなりますから使いたくても使えないという強制的な環境を作ることができます。これくらい強制してあげないと貯金するのはなかなか難しいはずです。またどうしてもついつい SNS に時間を費やしてしまい自分の大切なことに時間を使えないという人は SNS はウェブサイトブロッカーというソフトで観覧制限することができます。スマホアプリも何時から何時までは使えないようにするという時間を制限するアプリがありますからそれらを使えば LINE とか Twitter をチェックしたくても強制的にチェックできない実行不可能という環境を作ることが可能です。複利で伸びる一つの習慣という世界的ベストセラー本の著者であるジェームズ・クリア氏はこの本を執筆していた1年間どうすれば自分の時間をコントロールすることができるのかを考えとても面白い時間管理の方法を実践していました。クリア氏は毎週月曜日ソーシャルメディアのアカウントのパスワードをすべて助手に変更してもらったんです。そうすると著者はパスワード知りませんからどのデバイスでもログインすることができないんです。このような強制的にソーシャルメディアに触れられないように工夫することで平日の間気を散らすことなく働けたそうです。そして金曜日になると助手に新しいパスワードを送ってもらい週末の間ソーシャルメディアをたっぷり楽しみやがて月曜の朝が来ると助手がまたパスワードを変更するといった方法を取ったそうです。いやこれはなかなか面白いですよね。やめたい悪い習慣を実行不可能にする方法として非常に面白いと思います。しかしこのやり方を聞くとソーシャルメディアとか LINE をね平日全く見ないのは不安なんじゃないですかとか耐えられないんじゃないのと思う人いるでしょう。しかし著者によると思ったより早くその状況に慣れ今までのように何度も何度もしょっちゅうソーシャルメディアをチェックする必要なんて全くなかったんだということに気づけたそうです。手元のスマホやパソコンですぐにソーシャルメディアをチェックできてしまうという環境があったから単に無駄に毎日チェックしていただけだったということに気づけたそうです。そしてその無駄なソーシャルメディアのチェックという悪い習慣が実行不可能になると有意義な作業をしようというやる気が自分にはちゃんと存在しているということが分かったんです。著者は次のように私たちにアドバイスしております。もし助手がいないのであれば友人や家族とチームを組み毎週お互いのパスワードを変更しようと。それではこの辺で2限の内容をまとめておきます。2限まとめ。2限では悪い習慣を根こそぎ断ち切る神の方法を2つ紹介しました。1つ目は罰やリスクを設定すること、2つ目は実行不可能にすることでした。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。